今回は、AD と、毎回お肉を焼いてくれる、焼肉奉行の3人で、大好きなカルビ大将さんへ。海藻の食べ放題という文字が、輝いています。先月、カルビ大将さんにお邪魔してきたという、友人たちによると、わたあめとお肉を組み合わせた面白いメニューがあったとのこと、すごい気になります。ワクワクしながらの入店。店内に入ったら、まず、発見機へ、人数とかを入力します。自分はいつも、e パークというアプリで、予約しちゃいます。すごい便利なのでおすすめです。スタッフさんの素晴らしい接客のもと、お席へ。個室というのが、最高に落ち着けます。グループや家族でお邪魔するのに、ベストなお店さんです。気になるメニューは、どのコースにしようか迷い中。タブレットの説明もあります。特選コース以上で食べれるメニューも。お席の受付もされているみたいです。アルコールの飲み放題もあります。次回こそ。注文が完了したので、ドリンクバーへ、レッツゴー。ドリンクバーを注文すると、ソフトクリームの食べ放題もついてきます。お肉到着。厚切りトロカルビ、トロカルビ、極厚トロカルビのカルビ軍団。食事開始。焼肉を食べる準備。タレをセッティングしなくては。まず、こってりタレを。続いて、甘口タレを。真ん中に、塩レモンタレを。準備完了。奉行と AD のツートップが、お肉を焼いてくれると、厚切りトロカルビを焼きますと、AD が。大好きなカルビ専用ご飯台が、到着しました。お肉をガンガン焼いてくれています。ありがたき幸せ。お肉を焼いていただきました。さすが奉行。上手に焼けてる。厚切りトロカルビを、こってりタレにつけ、いただきます。柔らかく、食べやすいお肉に、こってりタレがめちゃくちゃ合います。お肉の美味しさから、ガツガツご飯が進みます。
今度は、甘口タレにつけ、いただきます。肉の旨味から伝わってくる、タレの甘み。ナイスコンビネーション。続いて、塩レモンダレにつけいただきます。塩レモンダレの酸味と、お肉の旨味に惚れ惚れ。海苔とご飯だけでもいけちゃう。不良が、お肉をパスしてくれます。幸せ。トロカルビいただきます。口の中でとろける美味しさが、たまらんです。お肉を食べるたびに、食欲がかきたてられます。極厚トロカルビが、焼き上がりました。口の中で、肉汁が広がります。さすが極厚。網の上にお肉がたくさん。素晴らしい光景。ここから、一気にご飯をいただきます。トロカルビと一緒に食べるご飯、ブラボー。カルビ専用ご飯代、ごちそうさまでした。炙りすき焼きトロカルビのアイテム、卵です。すき焼きが食べれるとは、思ってもいませんでした。すき焼きの準備をしなければ。卵にお肉、ワクワクしながらいただきます。たっぷりとお肉に卵を絡めて、柔らかなカルビに卵、まさしくすき焼きです。ぜひ、気になった視聴者さん、炙りすき焼きトロカルビを注文してみてください。AD が、ワタアメイリュージョンをやると、おーおー、ワタアメが溶けてる、すご。お肉をガンガン注文している自分たち。手際の良さに感激。
ドリンクバーで、カルピスと、ホットのロイヤルミルクティーをゲットしてきました。綿飴すき焼きカルビいただきます。お肉の旨味に、砂糖やザラメの甘さ。再注文したくなる美味しさ。綿飴すき焼きカルビごちそうさまでした。バター醤油のポテトフライが到着しました。毎度食べているポテトフライに、バター醤油、次から次へと食べたくなります。揚げたこ焼き到着です。鶏だし冷やしラーメン到着です。再び、大好きなポテトフライ、いただきます。バター醤油のポテトフライ、ごちそうさまでした。続いて、お邪魔した際に、毎回いただく、鶏だし冷やしラーメンいただきます。麺から伝わってくる、淡い醤油スープがたまらんです。鶏だし冷やしラーメンごちそうさまでした。大将カルビいただきます。弾力があり、お肉の旨味が、口の中に広がります。グレート。カニクリームコロッケ到着です。ミニアメリカンドッグ到着です。揚げ物天国。カニクリームコロッケいただきます。大きさにびっくり。熱々濃厚クリームが飛び出てきます。タレにつけていただきます。カニクリームコロッケごちそうさまでした。ミニアメリカンドッグいただきます。久しぶりのアメリカンドッグ、食べ応え抜群。ミニアメリカンドッグごちそうさまでした。石焼きチーズビビンバ到着です。チーズをビビンバへ。
混ぜ混ぜタイム。再び、厚切りトロカルビと、柔らかカルビをいただきます。たくさんお肉が食べれて、幸せ。お肉からのビビンバ、うまいなぁ。キムチ、ナムル、ライス、チーズと、ドリアを食べているような気分に。中落ちカルビをいただきました。柔らかく、肉汁が口の中に広がります。グッド。余っていた卵を、石焼きチーズビビンバへ。チーズビビンバと卵の組み合わせ。うまうま。山中で中落ちカルビを包んで食べる AD、 ブラボー。石焼きチーズビビンバ、ごちそうさまでした。AD がやっていた、わたあめイリュージョンを。これは楽しい。お邪魔した際には、必ず注文する。揚げたこ焼きです。カリッとしていて中のトロッと感がたまりません。欲張って2人前注文しちゃいました。揚げたこ焼きごちそうさまでした。AD は、先ほどから、お肉と山中にハマっています。山中を食べきりました。全員が、わたあめすき焼きカルビにハマっています。
AD も揚げたこ焼きに2人前を。お見事。揚げたこ焼き2人前を食べきりました。わたあめすき焼きカルビに夢中。わたあめすき焼きカルビの美味しさに大満足しています。AD が美味しそうに食べている姿を見て、再び食べたくなりました。続いて、大将カルビを焼きますと。残り15分というところで、明太とろ玉うどんを食べれるとは、AD できる。お見事、明太とろ玉うどんを食べきりました。再び、わたあめすき焼きカルビをいただきました。何皿食べても飽きない美味しさ。大将カルビが焼き上がりました。ポテトサラダいただきます。ポテトのヒヤッと感がグッド。ポテトとキャベツの組み合わせ。ナイス。テーブルにお肉があったので、カルビ専用ご飯中を注文しました。続いて、チーズ味ポテト。ポテトサラダごちそうさまでした。AD の方を見ると、デザートの山。卵が余っていたので、カルビ専用ご飯へ。卵と海苔とご飯のスリートップ、さすが。やっぱり、お肉との組み合わせなら、このご飯が一番。
ルビ専用卵かけご飯。ごちそうさまでした。大満足、大満腹です。大正カルビごちそうさまでした。続いて、チーズ味ポテトいただきます。もちっと食感からのチーズがたまらんです。食べ放題の注文締め切りが、残り3分、デザートを注文しなきゃ。ラストのチーズ味ポテトいただきます。チーズ味ポテトごちそうさまでした。飲み物がなくなったので、ドリンクバーへ行ってきます。再び、カルピスとホットのロイヤルミルクティーをゲットしてきました。シューアイスがたくさん、さすがエディ。2個目のシューアイス。デザートは別腹って雰囲気が伝わってきます。注文したデザートが到着しました。柔らか杏仁プレーンです。続いて、カタラーナです。続いて、わらび餅黒蜜がけです。続いて、ミニクレープです。続いて、みかんクラッシュゼリーです。まずはじめに、わらび餅黒蜜がけからいただきます。もちもちとしていて、弾力があり、クリーム、黒蜜に合います。わらび餅黒蜜がけ、ごちそうさまでした。続いて、ミニクレープいただきます。AD はサンチュを食べています。クレープの生地とアイスの組み合わせグッド。また、ベリーソースとクリームがドンピシャ。ミニクレープごちそうさまでした。続いて、みかんクラッシュゼリーいただきます。食べやすく、みかんとゼリーの一体感に惚れ惚れ。みかんクラッシュゼリー、ごちそうさまでした。続いて、カタラーナいただきます。
焦がしカラメルのほろ苦さとクリームの甘さがベストマッチ。絶品スイーツ。ラストのシューアイスを食べ、AD は大満足と。ミルクティーが、デザートに合います。カタラーナごちそうさまでした。ラストに、柔らか杏仁プレーンいただきます。プルーン食感からの、ほのかな甘み、グレート。杏仁プレーンごちそうさまでした。ホットのロイヤルミルクティーごちそうさまでした。カルピスも飲んで、すべてからの状態でごちそうさましなければ。厳選コース&ドリンクバー、ごちそうさまでした。今回は、久しぶりにカルビ大将さんで、食事を楽しんできました。個室に豊富なメニュー、グループでお邪魔するのにベストなお店さんです。まだまだ食べたいメニューがあるので、またお邪魔したいと思っています。今度こそ、アルコール飲み放題を。では、今回はこの辺りで失礼します。最後までのご視聴。ありがとうございました。評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。